はい、ハッピーニューイヤー。さあ、いよいよ本格的にお勉強が始まります。多分1週間に10回ぐらい聞かないとついてこられないと思うよ。頑張るよ。では復習。僕はフレッドですって言ってみて。うん、I am Fred。 君はメグちゃんだよね。 You are Meg。 私たちはってなんだっけ。 So we イコールが are でよかったよね。 We are。 じゃあお友達たちって言える。そう、二人いるから Friends。 一人なら Friend だけど、二人とか三人いたら図がつくんだったよね。ズズって言いにくいから friends で OK です。はい、男の人が一人います。彼はねって、なんだっけ。So he。 ちゃんとイコールもつけて、彼はイコールボブさんです。Okay, he is Bob。 女の人が一人いるよ。彼女はねって。So she。 じゃあ彼女はアンです。She is Ann。 めぐちゃんのおばあちゃま、Grandma Ann というのが時々出てきます。She is Ann。 で、ボブさん、ファーマーボブとアンはお友達、彼らはお友達です。Excellent. They are friends. じゃあ、お天気聞いてみるね。How is the weather? 晴れてるのはもう言えるよね。It is sunny.この前雪降ったでしょう。雪が降ってますっていうの。It is snowing。 もう一回いくよ。 It is snowing。 Snow って聞いたことあるよね。雪ね。 It is snowing。 でお話いきます。 Number one。 めぐちゃんがこんなこと言ってるよ。 I like skiing。 でフレッド君には You like snowboarding。 あなたはスノーボードが好きなのよねって。あんまり意味は考えなくていいから、 ing をつけて覚えてきて。 I like skiing。 You like snowboarding。 で彼らが住んでいる町のすぐ横に大きなお山があるんだよ。 Look at the mountain。 まずは mountain、 お山覚えてください。 mountain。だがね、いろんなものにつくの、あんまり考えずに覚えてきて。The mountain でそのお山。Look at っていうのは何々を見てね。例えば、そうね、かわいい、名前を忘れてしまった。じゃあ、夏穂ちゃんを見て。Look at 夏穂ちゃん。ね。ひなちゃんを見て。Look at ひなちゃん。この前一回来てくれたよね。で、今回は、山を見てください。Look at the mountain。 犬を見てなら、Look at the dog。 猫を見てなら、So, look at the cat。 お山に雪が積もってる。雪を見て。Look at the snow。 Look at the snow。 で、これなら、スキーやスノーボードできるよね。行こう。Let's go。Let's go 聞いたことあるよね。Let's がつくとしようよっていうことなんです。Let's sing だったら何だと思う？歌おうよ。じゃあダンスしようよだったら。So, let's dance. ね。で、It is sunny. 雪は降ってないんだよ。It is sunny. お日様は出ているし。まあ、それでもね。It is cold. これ新しいかな？cold。 cold と言った後、下の先一丁上の歯の裏につけてください。l で、d。 cold。 今度は先生口見せるからね。 it is cold。 snow is white。 白く輝いてるんだね。色の名前をきっと学校で少しやったんじゃないかな。白は white ね。雪が白くてキラキラしてて。で、そこでスキーやらば、スノーボード、ずいぶんやったんです。フレッド君がこんなこと言っています。I am hungry. I イコール am。 僕はね、hungry。 これ覚えといて。お腹空いてる。
I am hungry. だからみんなもっとおやつが欲しかったらプリッツとかね。I am hungry. とか、I want Pritz. とか言ってくれればいいんだよ。で、そうだ。ちょっとしたお昼ご飯を作れるように。なんか持ってきたんだね。Let's make soup. Make は何だったっけ？うん、作る。Let's がつくと、しようよ。だからスープを作ろうよ。Let's make soup. で、I have... Have は？持ってるよ。I have a gas heater. ガスのさ、こういうコンロみたいなの、キャンプで使ったことない？先生持ってるんだ。ちっちゃいコンロに上になんかこっち、カキってつけて、火をつけるとヒーターにもなるし、お料理もできるの。A gas heater. ね、キャンプに行くとき持ってくよね。で、しかも I have two cups. 何持ってるんだって？そう、two だもん。二つカップも持ってるし。スープは溶かせばいいやつだからね。だから、これで they eat lunch。さあ、問題です。lunch って何ご飯でしょう？もうわかるよね。お昼ご飯だよね。日本語になってるもんね。eat は？そう、食べる。前回やりました。ああ、もう暗くなり始めてる。let's go home。let's go だけなら行こうよ。home って聞いたことあるでしょ。うん、お家のことだよね。お家に行こう。帰りは降りてけばいいから楽だと思ったの。シューって。ところが、stop! 何 stop? 止まれ !look! 何を見て見てって言ってんのこれ。そう、雪崩が起きて道が塞がれちゃってとても降りられなくなっちゃったんです。はい、number two.it is cold. まあ、夜じゃ寒いだろうね。このまんまじゃ死んでしまうから、Let's make a snow hut. スノーハットなんて覚えなくていいんだけど、鎌倉？あの雪でお家作るじゃない。ちっちゃい。あれスノーハット。ハットは小屋なんだけど。って言うんです。鎌倉を。はい、メイクは？うん、作る。Let's は？しようよ。作ろうよ。鎌倉を作ろう。Come on! さあ。で、二人は自分のスキーの板とか、スノーボードの板で、雪をザックザック。これは掘ってだね。鎌倉という、あの、小屋を作ったんです。The snow hut is small. なんだ、small。ポテトの S サイズの S で始まるんだよ。そう、小さいってことだよね。小さいサイズだもんね。The snow hut is small. でもね、中はあったかいんだよ、鎌倉の中は。It is warm in the snow hut. It is warm. これ初めて。あったかい。寒かったら It is cold. これはあったかいから It is warm. で、in the snow hut.ああ、また雪が降り始めちゃった。It is snowing. これは吹雪。ただの雪じゃなくて、もう猛吹雪です。フレッドとね、メグちゃん、まあ、暖かいことは暖かいんだよ。でも、フレッド and Meg have no food. フードコートのフードって何だと思う？食べ物だよね。でも、no だから持ってるの持ってないの？No, no, no, 何も持ってないんです。スープ全部食べちゃったしね。Fred and Meg have no food. だから、they are hungry. ちゃんと they, 彼らはねって覚えてる？二人以上いたらあの人たちはねって they だったよね。舌をちょっと噛むんだよ。they are hungry. なんだった hungry? そう、ナンバーワンでやりました。お腹が空いてる。ではテストします。はい。テストするときに言えなかったら一時停止してもう一回聞き直すとか、しっかりできるようになるまで訓練してきてください。一時停止の仕方がわかんなかったらママやお家の人に聞くんだよ。はい、ナンバーワン。めぐちゃん、私スキーイング。スキーするの好き。I like skiing. で、君はスノーボーディング好きなのねってフレッド君に言ってあげて。
そう、君だもん。You like snowboarding. わあ、お山。お山を見てみてって言ってるよ。Look at the mountain. 雪を見て。Look at the snow. 行こう。Let's go. で、今のところね、お天気はいいんだよね。なんていうの？ It is sunny. まあ、寒いけどね、寒いっていうのは。It is cold. 雪は真っ白。Snow is white. で、いっぱいスキーとスノーボーディングした後、僕お腹空いちゃったなって言ってるよ。うん、I am hungry. そうだ、スープを作ろうは。言えた、行こうなら Let's go だけど、作ろうだもん。Let's make soup だよね。Let's make soup. じゃあチョコレートケーキを作ろうだったら。So, let's make chocolate cake. 僕、ガスヒーター持ってるんだよね。持ってるできた。I have a gas heater. それに僕、2つカップ持ってるんだよね。Good. I have 2 cups. で、彼らはね、お昼ご飯食べるんです。Wow, you did it. They eat lunch. ちゃんと言えてる。言えなかったら大変だよ、次。They eat lunch. 私がお昼ご飯食べるんだったら ?So I eat lunch. あなたが食べるんだったら ?You eat lunch. 私たちが食べるんだったらはい、We eat lunch. さあ、夜になっちゃう。家に帰ろうわ。家に行こう。Let's go home. 危ない。止まれーわ。Stop. 見て。Look. はい、number two. 寒い寒い。It is cold. Snow hat を作ろう。Let's make a snow hat. んー、じゃねえ、snow hat は小さいって言ってくれる？The snow hut is small. じゃあ、寒いは it is cold だけど、暖かかったら ?Okay, it is warm. レッグウォーマーとか言わないか。足首とかにはめるやつ。暖かいやつ、はめるとか履くやつか。It is warm. レッグウォーマーの warm ね。で、スノーハットの中はを付け加えると、Right in the snow hut. つなげてせーの。It is warm in the snow hut. ああ、また雪が降ってる。It is snowing. フレッドとメグちゃんは持ってますって言っちゃってから何の食べ物もなしっていきなりできるかな ?Wow! Exactly! Fred and Meg haveNo food. 素晴らしい。彼らはお腹空いてるんだって。They are hungry. どうなるんだろうね、この後。はい、一週目はここまでです。ちゃんとできるようにしてきてね。はい、二週目はここからだよ。今日はどう ?How is the weather? うん、It is sunny だといいね。もしかして It is snowing だったりして。ないか。じゃあ、曇りを教えてあげるね。It is cloudy. Cloudy. じゃあ、寒いは言えるよね。はい。It is cold. でもね、お家の中は暖かいんだよね。言える？ It is warm in the house. もう一回せーの。It is warm in the house. はい。次、大事なことやります。先生の猫ちゃん。これはサニーちゃん。サニー is Setsuko's cat. セツコって私の名前だよ。セツコのっていう時にもずっついちゃうんです。だからサエちゃんのだったらサエズ mother とかね。で、セツコの猫ちゃん。Setsuko's cat. Okay? で、これはカレン。カレンはセツコの猫です。
Karen is Setsuko's cat. で、彼らは節子の猫たちです。They are Setsuko's cats. 難しいかな。図をつけると誰々さんのって意味にもなるんだよっていうこと。Okay? はい、number three。お話の続きです。It is snowing and cold. でね、次はもう、英語ではみんなまだ無理だから日本語にしちゃった。吹雪のせいで警察の車もヘリコプターも救助に行くことができません。英語で言うとなんだろうね。Because of the snowstorm, police cars or helicopters cannot go to rescue them. こんな感じ。すぐできるようになるからね。頑張ろうね。Farmer Bob は悲しい。Farmer Bob is sad. 嬉しかったら happy なんだよ。悲しい覚えてね。sad。もしフレッド君やメグちゃんが死んじゃったらどうしようと思うと悲しくて悲しくて。Farmer Bob is sad. Grandma Ann. これがメグちゃんのおばあちゃまです。Grandma Ann is sad. 私が悲しかったら I am sad. あなたが悲しかったら、うん、You are sad だよね。で、ところが、ボボ、何かがかけてやってきました。Look! でね、これはフレッド君が飼っているワンちゃんなんです。ワンちゃん、ドングなんだけど、名前がウォーフ。ウォーフって狼のこと。お母さんが狼で、お父さんが犬なの。狼犬だから。Look at wolf. ウーフを見てごらん。Look at wolf. wolf っていうのは、はじめ、うんと口をとんがらせてから言ってください。wolf。最後に下唇をちょっと噛みます。wolf。ね。で、これ男の子だから。he か she か。そうよ、he だよ。he is Fred's dog.フレッドのっていうとき、フレッドズって言いにくいから、フレッズでいいよ。He is Fred's dog. もしメグちゃんの犬だったら、そう、Meg's dog になるんだよ。ね。はい、ウォーフは大きいんだ。狼犬だからそうね、シェパードより大きいかな。Wolf is big. 小さかったらなんて言うの？そうだよね。small. 大きい big は日本語にもなってるよね。で、彼は he is strong. strong も聞いたことあるんじゃない？うん、強いぞ。he is strong. ファーマーボブがね、go, wolf, 行け。let's go なら行こうだけど、go だけだったら行けっていう意味。go, wolf, 行け、wolf.もうこれなら雪の中も往復ならね走っていけるし、背中にリュックサックを背負って中に荷物も運べるし、頼もしいね。はい、ナンバー4。なんか雪まみれにあってスノーハットの方にやってくる。中に入ってくる。フレッドが Look! A bear? びっくりしてる。何 bear? そう、 bear はクマなんです。クマかな。そしたら大変だよね。殺されちゃうよね。No! It is wolf! ウォーフくんだった。よかったね。どんなに嬉しいだろうね。そしてリュックサックの中を見たら、You have chocolate, bread, sleeping bags, and a smartphone. そう、チョコレートはわかるな。bread っていうのはパンです。パンって英語じゃないんだよ。スペイン語だよ。bread はパンね。で、sleeping bags。これは覚えなくていいんです。でも寝袋っていうこと。あとは、スマートフォンもついてる。これなら連絡が取れるね。よかったね。で、メグちゃんも喜んで、Thank you, wolf. You are a good dog. 褒めてあげてます。あなたっていいワンちゃんね。You are a good dog.じゃあ私の猫も褒めてくれる？君はいい猫ねって。うん、You are a good cat. ね。で、フレッドとメグちゃん。Fred and Meg eat bread. なんだっけ、eat。そう、食べるよっ
ブレッドは何だった？うん、パン、パン食べます。もちろんチョコも食べたんじゃない？で、寝袋に入ったらね、It is warm in the sleeping bag. あったかいんだよね、中に入ればね。はい、次の日。It is sunny. 吹雪が止んでお天気です。で、they, まあ、go home. これではお家に帰れるよね。they go home. Wolf is a hero. ウフ君がヒーローです。よかった、よかった。ではもう一回テストしちゃうよ。Number three. 雪が降ってて寒い。いきなり言えるかな？It is snowing and cold. Farmer Bob は悲しい。Farmer Bob is sad. Grandma は悲しい。Grandma Ann is sad. Wolf を見て。Look at Wolf. 男の子だからあれで始まるんだよ。彼はね、フレット君のワンちゃんなんです。Good job. He is Fred's dog. Wolf は大きいよ。Wolf is big. 彼は強いんだぞ。He is strong. じゃあ、Wolf に行け、Wolf って言ってあげて。Go, Wolf. はい、number four. 見て見ては。Look.クマさんかな？ A bear? それはウォーフくんです。No, it is wolf. でね、君持ってるんだねっていうので始めるんだよ。チョコレートとパンを持ってるね。ここまででいいや。Well done. You have chocolate, bread,あとはね、sleeping bags and a radio じゃない、smartphone ってつながるんだよね。じゃあ、めぐちゃんになってね、ウォーフにありがとうって言ってあげて。Thank you, Wolf. あなたっていいワンちゃんねわ。Okay, you are a good dog. はい、フレッドとめぐちゃんはパンを食べます。Excellent. Fred and Meg eat bread.じゃあ、あったかいよって言える？そうだね。It is warm. で、後ろに sleeping bag の中は ?in the sleeping bag. バッグって袋のことだからね。寝袋だよね。確かに。はい、次の日、お天気です。It is sunny. はい、彼らはお家に帰ります。お家に行きますっていうこと。They go home.ウォーフはヒーローだね。Wolf is a hero. Well done, everybody. 結構きついでしょう。先生のところで英語を習ったら必ずできるようになるからね。頑張って何回も聞いてくるんだよ。それではまた明日。バイ。